カエルの子はカエルって言うけれども、カエルの卵からヤギとか生まれたら怖いと思います。どうも、岡田奈々です。今回ですね、タイトルの通りでございますね、コロナワクチンの1回目をね、受けに行きましたという話ですね。まあ、どんな感じだったのかっていう、まあ、感想動画ですかね。もう短い、感想動画ですけれども、まあ、普通にね、注射受けに行くじゃないですか。で、なんかよくこのツイッターとか見てると、ノースリーブとか、なんかすぐにこう注射が打てるような服の方がいいよみたいなのを見たんでね、まあ、あの長袖の下に半袖着て行ったんですよ。すぐ腕がまくれるような、あのオーバーサイズじゃないけど、まあブカブカのやつをね。で、まあ、ついてその並ぶじゃないですか、その注射までにね。並んでて、こう、あ、そばすぐ打てるように腕まくっとかなきゃなと思って、もう会場ついてなんか待っててくださいねって言われたところから、もう俺腕まくってたのよ。で、いざ名前呼ばれて入るじゃん。そしたらもう最初のそのね、あの担当の人に、あ、やる気満々ですねあ、ここじゃねえんだみたいなここじゃないんだみたいなね、なんかまあなんていうんですかね、あのやる気満々ですねって、その後の注射打つ担当の先生にも言われて、あの2回言われましたね。別に満々でもないんですけどね、準備満タンでだったみたいで、私ぐらいだったんでしょうね、多分知らんけど。そこじゃないじゃん、どこでみんな腕まくってんだろうなと思って、まあ、そこが分かんなかったかなってぐらいで、あとはまあ普通にね、あの全然、まあ、なんだろうね、担当の人たち全員優しくて、そう、女性しかいなかったな、ほとんど。まあそう、たまたまなんでしょうけど、まあちょっとそういうことがあったよっていうだけなんですけど普通だったんですけど、3、4時間後ぐらいかな、まあちょっと痛くなってきて、痛くなってきてっていうか、なんか違和感あるなぐらいで、次の日は次の日で、まあちょっとやっぱ痛いね、あのこう腕をね、後ろにやるとちょっと痛い、前は平気なんだけど後ろは痛いんだよね、不思議なことにね。まあ熱はね、7度5分最高かな。なんかまあ風邪っぽい熱じゃないから、なんか不思議な感じなんだよね。それもなんていうんだろう、食欲がある熱というか、なったことないタイプの感じで、普通熱出たら食欲なくなるんだけど、全然食欲は普通にあってっていう感じかな。一応1回目はまあ辛くなかったかなっていう、まあ、感じですね、僕個人的に。まあ、次の2回目がちょっと怖いかなぐらいで、どんな症状が出るのかっていうね、そういう日常的な動画でした。ではじゃあ2回目の報告でお会いしましょうね。バイバイ。あー怖、もう